これからタモギ岳の山、林に向かって歩いていきたいと思います。ちょっとここからはね、ひたすらこの林をね抜けて向かっていくところです。あるかな。今日は知ってる仲間のおじさんと来てますね。これシドケですね。シドケのがすごい生えてるんですよ。6月ぐらいまでね。もうさすがに食べれないですけどね。鹿の足跡とかね。うわ、でかい春にえの木だね。あ、クマさん出てこないでくれよ。ここがポイントです。おっと、なんまらでかくなってる。うわ、やべえ。あでかくなりすぎてるね。あの切り株のやつだ、例の。こっちどうだべ。ああ、こっちはいいわ。こっちの方がいいわ。ああ、こっちいいわ。こっちの方がいいわ、取り応えは。うん。これ。全然いい。大きくなりすぎ。これは俺が食べるようだな。これピンクランチャーでいい。まだちっちゃいのまで出るから、まだ。うん、入ってる。入ってる？これすごいね。一面だね。あっちにもなってるね。すごいすごい。でもさ、そんな虫入ってないね。大丈夫じゃない？うん、大丈夫そうだね。ね、うん。あ、全然ちょっと怖い。ちょっと手引っ込めて。